今日のコメント。正直レジェンズアルセンスが結構面白かったから BW のレジェンズ版も出してほしいな。確かにレジェンズアルセンスマジで面白かったよね。過去の一種地方だったらリスセクの元の姿とかも出そうじゃない。どうもハルカットです。皆さんアニポケ見てますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回は公式グッズの伏線、今後アニメに出てくるポケモンについて見ていきたいと思います。てか関係ないけど、みんな冬休み終わり？休みの思い出あったら教えてください。ということで最後まで聞いててください。公式グッズにより今後アニメに出てくるポケモンが判明。今放送されているアニポケ新シリーズは主人公がリコとロイで、2人はライジングプロテッカーズ組織の仲間に加わり旅に出ています。そんなライジングプロテッカーズは現在テラワクスをラクアという場所に届けるため、イニシエル冒険者ルシアスのポケモンであるロクエイを探している最中なんですが、先日公開された公式商品がこちらです。こちらは定期的に販売されているポケモンゲットコレクションシリーズです。このシリーズはモンスターボールのケースの中にガムやアメと一緒にポケモンのフィギュアが入っているんですが、ピックアップされているポケモンは全部ではありませんが、今後アニメに出てくる伏線となっていたりします。例えばこちらの以前発売されたものなんですが、パルレア・ウパーやパピモッチ、ニブリムやカイレンはアニメに登場していますよね。というわけで新しく発売されたものがこちらです。テラバコスとミジュマルはすでに出ているので抜きにして、カヌちゃんについても先日のお正月スペシャルでアニメに出ることが判明していたので抜くとすると、気になるのが SV から登場したこの3体ですよね。特にシャリタツは同じくアニポケの伏線となっているポケモンキッズでも結構出ているんですよね。なので近々アニメでシャリタツのどれかの姿は見れるのではないかと思います。アニメでもスシスシって鳴くのかな、ちょっと気になりますよね。あとはアルクジラもセビーも雪山の近くに出るポケモンなんですが、ここで一緒にピックアップされているということは今後ナッピ山に行く可能性はあるんじゃないかと思いました。でナッピ山にもし行くならグルーシャの登場の可能性も高まりますよね。で残りのボーマンダ、エルレイド、ゾロアはちょっとまだ分かりませんが、もし出るとしたらどれも人気ポケモンなので、その回は盛り上がりそうだなと思いました。みんなはこの中でアニメに出てきてほしいポケモンいますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで公式グッズは伏線、今後アニメに出てくるポケモンについてでした。ちょっとロールスターちゃん登録してごほうさんよろしくお願いします。では続いてせーのグッディー。